が通りました。え、漫画雑誌の企画書通ったの？あれ、絵が雑じゃない？まだネームの段階だから。あ、ちょっとはっきりしてきた。下書きの状態に進んだの。次はペン入れよ。そして仕上げね。完成だ。ちょっと待って、なんでこの顔になるの？知らないのに漫画編集やろうなんて。ま、頑張りなさい。私が編集長、アキが副編集長だよ。はい、なんで私が？友達だし、中学からの。私もあんたも経験がない。ただでさえ新規参入が難しい市場なのによ。それでも私はアキと一緒にやりたい。でも今回はパス。じゃああのことみんなにバラしちゃうもん。何よ、ホワイトオータム。やらせてください。ありがとう。で、他の編集は？もう手は打ってあるんだ。リモハン、廊下に落ちてたお菓子をたどってきたんですけど、一体ここは？新しくできた漫画雑誌の編集部ってここでいいんですか？うん、私漫画大好きなんで、すぐに廃刊になると思うんですが、よろしくお願いします。私、念願の外食部へ配属になったんですけど。いいわよ、無理しなくて。移動願い出します。出すの？二人ともよろしく。月刊誌の名前は会社と一緒と決まりました。商標が取れなかっただけだけどね。創刊号は5万部500円で出します。売上2500万。実売と流通経費を考えると実質850万くらいね。さらに編集費が850万、製造費が600万、利益は毎月マイナス600万よ。真っ赤っかです。大丈夫、ヒット作の単行本で回収できますって。月刊誌だと4、500ページですか？そうね。それだけあれば枕にもなるし、重しにもなるよね。読んでもらうのよ。じゃあ載せる漫画は1本30ページとして15本くらいですね。15人も漫画家さん集められますかね？アタックあるのみよ。漫画家さんの OK が取れません。こっちもよ。創刊してすぐ廃刊の浮き目にあった漫画家さんが結構多くて。おお、大御所の先生から返事が。やったわね。すごく丁寧なお断りの。あ、ダメじゃん。でもメールもらえただけで幸せ。リンゴちゃんは確か OK もらった漫画家さんいたわよね。それが他紙の編集者にネーム見せたら好評で、そっちに連載するって言われちゃったんです。新規の雑誌は辛いですね。それでもなんとか、やっと15作品集まりました。ほっとしました。オッケー、打ち上げは創刊号を出した後にね。そうだね、みんな気合い入れていこう。はい。私は笹山花、もうすぐ創刊する漫画雑誌月刊コミックアーススターの編集長です。副編集長のあきちゃん、編集部員のつぐみちゃん、りんごちゃんも頑張っています。よし、すっごい創刊号にしてみせるぞ。これも仕事だよ。面白い漫画の研究、本当だよ。ネームの直しありがとうございます。では、花の方は藤森忍先生と打ち合わせ進んでる？うん、編集長まで担当を持つなんて、さすが弱小漫画雑誌ですね。さりげなく毒を吐くね。お菓子ネームの上に落とさないでください。頭使うと甘いものが食べたくなって。忍先生の連載、改造人間坂本龍馬に決まったよ。どんな一話になるのかわからないけど楽しみ。内容の打ち合わせしてないんですか？穴だらけです。え？それじゃあネームに入れないじゃない。
特に忍先生は関東カラーだから入校日早いのよ。すごい。おはようございます。忍先生。はい、いろいろ思いついたんで打ち合わせ前ですけど勝手にネームにしてきちゃいました。そんなに泣けました？いえ、勝手にネームにしてきてくれてありがとうございます。そっちですか。ではじっくり拝見します。主人公かっこいい。このギャグ最高。感動。ここで続く？面白かったです。で、続きはどうなるんですか？それじゃあただの読者じゃない。あの、もっとこうした方がいいってあれば遠慮なく言ってくださいね。編集長が漫画家さんにダメ出しされてます。主人公にもっと特別な力があった方がいいと思うんですけど。腕がゴムみたいに伸びるっていうのはどうですか？はあ、そういう漫画もあります。あ、それにもっと武器にバリエーションがあると盛り上がるかな。ポケットに武器がいっぱい入ってるマスコットキャラ出しませんか？そうですね、主人公の武器が伸びたり変形してバリエーションを出すっていうのはどうでしょう。いいですね。さすがプロね。無茶ぶりに答えてくれますね。創刊号ですし、バトルを頭に持ってきて派手に始めたいですね。主人公の過去をちょっと見せたりして。なるほど。伊達に漫画たくさん読んでるわけじゃないわね。二人とも気合い入ってます。すっごく面白くなりました。これで原稿に入ってください。はい。それで何か？その漫画のヒロイン、私の名前にしてくれませんか？え？ダメです。やっぱり。ってなんでここに？もちろん心配だったからよ。スイーツも食べたかったし。私たちの分も経費で落とせませんか？かっこいい主人公に花って呼ばれたかったな。明日は関東グラビアの撮影だね。担当のつぐみちゃん、出会いは OK？ はい、撮影スタッフの皆さんに確認取りました。ロケ地にも連絡済みよ。お弁当も手配しました。私たちも撮影に同行するから大丈夫よ。明日は朝早いから今日は終わりにしよう。はい、遅刻しないように今日は泊まり込みます。キャンプキャンプ、朝まで騒ぐぞ。みんな帰ってちゃんと寝ましょう。はい。なんで？ここグラビア撮影の待ち合わせによく使われるらしいから、うん、覚えておいてね。おはようございます。おはようございます。桜台黄色です。今日はよろしくお願いします。こちらこそ。編集長遅いですね。こんなことならキャンプしててくれた方が良かったかしら。携帯に何度もかけてるのですが。先に出発しましょう。遅い。みんな時間間違えたの？あんたが待ち合わせ場所間違えてるの？え？携帯も忘れてるでしょ。え？あれ？あ、編集長の笹山花で。名刺も忘れた。重ね重ねすみません。みんなで素敵なグラビアにしましょうね。はい。じゃあ桜台さんはメイクと着替えを、カメラさんはセッティングお願いします。 OK、 ナイスですね。よし、創刊号にふさわしいグラビアにするぞ。花が編集長にふさわしくなってほしいわ。これすっごく雰囲気を壊してる。映ったら大変。バー持ってみようか。はい。素敵です。キラキラして見えます。あんまりきらめかないか。編集長、眩しがらせてどうするの。ミラーとかに映り込まないようにしてください。そっか、気をつけましょう。寒い。桜台さん、春号の撮影だから寒そうですね。合間にかけるコート私が渡します。まだ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 。メモリ帰るぞ。今だ。お疲れ様でした。創刊号楽しみにしてます。無事終わったわね。つぐみちゃん、お疲れ様。
はい。さあ修正指示入れるわよ。これはもっと肌色を明るくして髪の毛の羽も消した方がいいわね。そんなこともできるんですか？ええ、ウエストや足を細くしたりもできるわよ。あ、ここに編集長が写り込んでます。心霊写真みたい。気づいてよかった。ねえねえ、召喚号大サービスでヌード乗せよっか。うふー、大修正入れてくれれば一肌脱ぐよ。却下。はい。どうかしたの？忍先生のアシスタントさんが風邪で倒れたから原稿が遅れるかもって。召喚号からいきなりピンチ。まあ忍先生は大丈夫だと思うんだけど。私が一肌脱ぐ。こういう状況を楽しむアホが約1名いるのが心配だわ。忘れてたでしょ。というかこのゴミの山はギラン、なんかいる。もしかして、え、アーススターの方たちですか？原稿書いてて気づきませんでした。すいません。誰って、しのぶですよ。わあ、いつもとまるで別人ですね。あの先生、このゴミは？片付けをしてくれるアシさんが風邪で休んだら、なぜか一日でこんな状態に。一日でこれ？ところで今日は原稿の進捗の確認も兼ねて陣中見舞いに。何でもお手伝いします。先生？やだな、もうそんなに感動したんですか？何も食べてなくて、いつもアシさんが作って。ケー、しっかりしてください。差し入れ助かりました。ところで弊社の原稿の方は、締め切り。ご乱心？あ、いた。すいません、原稿が全然進んでなくて。大丈夫ですよ、少しなら締め切りも伸ばせます。ダメです、必ず期日に上げてみせます。さすがプロ。これ以上この部屋にいたら原稿が上がる前に私が死にます。それじゃあアシスタントさんの代わりに。ケータリング頼みますけど、経費で落ちますか？いいわよ。やった、お寿司。お願いします。これはアイデアメモ。面白い、ボツにするにはもったいない。しのぶ先生、やりましょう。池田屋ロボ。え、そういう話は後で。ちぇ、筆。はい。墨。はい。スクリーントーン SE896。 はい。副編さん手慣れてますね。秋は学生時代漫画描いてましたから。それは言っちゃダメ、思い出させないで。どんな漫画？ありがとう、明日はアシさん来れるって言うから大丈夫です。よかった。先生のお世話をするアシスタントさんの苦労が忍ばれますね。副編集長もお世話しているのが約1名いるじゃないですか。なんだか先生のアシスタントさんとは仲良くなれそう。どうしたの？一緒にいただきましょう。社食指定は漫画家さんから任せられた重要な仕事。セリフの書体や大きさを指定して印刷所に送るという漫画編集の終盤の工程です。時間ないんだから。はい。次は文字の大きさを指定するんだっけ？この級数表を使うのよ。おお、一目でわかる。これくらいかな。
特別な書体を使うなら指定をしてね。初めての作業でもアキがいてくれてよかった。やっぱドール、タンコインがいいかな。つぐみちゃん、この原稿にタンコインは合わないんじゃない？あれ、書体サンプル一覧でちゃんとチェックしないと。あ、ほんとだ、なんかホラーっぽい。ここには流民の B がいいんじゃないかしら。 B っていうのは何かの略？バチコイの B！ 業界的にはぶっといの B とか言われてるわ。でもほんといろんな書体がありますね。ここが編集の腕の見せ所。書体によって印象も随分と変わるから。なるほど。今変な書体を指定して遊ぼうって考えてるでしょ。そんなことないよ。今のそんなことないよはキャピー N って感じですよね。そういうリンゴちゃんはエレガントプロって感じ。私はつぐみちゃんはハッピー NB。 あとアキはコミックレゲエでもないし教科書体でも、いいからさっさと仕事しなさい。あ、タンコインだ。まだ終わらない。もう終電もないわね。大丈夫、準備は万端。何急に元気になってんの。これで仕事が終わったらすぐに寝られるよ。かわいい。なんで私まで。夜食もたっぷりあります。似合っているとは言えない。終わらない。もうすぐ印刷所のバイク便が来る時間よ。クマネコくんの手も借りたいくらいです。私たちでよければお手伝いして差し上げますわよ。は？あなたたちは誰でしたっけ。アニメ事業部のミサノサユリよ。同じく綾野光です。アニメ事業部ってことはまさかのアニメか。創刊号も出てないのにそれはありません。あなたいつもそんな格好で仕事してんの。そんなことないよ。とにかく今は猫の手も借りたいのでお願いします。別にあなたたちのことが心配で手伝うわけじゃないんだからね。構成しっかりチェックしなきゃ。そうだ、みんなで手分けしてやろう。つぐみちゃんとりんごちゃんは吸収して、あきは書体して、さゆりさんとひかりさんは入力作業を。私はお布団の準備を。それはいいから。よろしくお願いします。ありがとうございました。おかげで間に合いました。お礼はキャビア1年分でよくってよ。え、無事に入稿も終わったし、アニメ化まであと一歩じゃなくて創刊まであと一歩だね。入稿も終わったし、あとは創刊号がすり上がるのを待つだけ。ほっとすると甘いものが食べたくなります。ああ、行くわよ。打ち上げ、印刷所、出張構成よ。入稿したのがあんなにギリギリだったから、印刷所の人とやり取りする時間がないの。だから直接出向いて誤字脱字をチェックするのよ。そうだった、みんな行こう。はい。この部屋を使ってください。試し釣りは中にありますから。はい。初めてじゃこれは知らないでしょう。記号で指示してくれれば一目でわかるからね。修正が終わり次第半釣りに入ります。出ないと発売日に間に合いませんよ。それじゃあ。はい。これでやらなきゃいけないんだ。シャキーン、さあ始めるぞ。おお、両手で必殺二刀流構成。やってみなさいよ。無理かな。ちゃんと指定したつもりだったけど変なところいっぱいありますね。きちんと構成さえすれば立派な創刊号になるわよ。ぷぷん、しのぶ先生の名前しのぷになってる。なんか可愛いですね。しのぷって。このままにしとこっか。直しなさい。冗談だよ。修正の仕方はっと矢印でぶって書くみたいね。こうするんだ。副編、書体を変えたいときはどうするんですか。大きさを変えるのは、行間を詰めるのはどう書けばいいの。何でもかんでも聞かないで。私だってわからないわよ。でも趣味でやってたときはこんな本格的な構成なんてしたことないのよ。そんな、間違ってるところいっぱいあるのに。直し方書いてないものもいくつかありますよ。ちゃんと指示入れないと印刷所の人に怒られちゃいます。どうすればいいの。印刷所の人教えてくれるかしら。あー、このままじゃダメ
んな状態じゃちゃんとした仕事はできないよ。これを食べて落ち着いて。はあ、ちょっと落ち着きました。一杯じゃ物足りないけど。確かにパニックってちゃダメよね。って、あんた。え？あ、あんたが一番慌ててたんじゃない。さ、気を取り直して頑張りましょう。はい。やっと発売になったわね。はい、なんか感動です。ほんと、みんなのおかげだよ。ねえ、見て見て。お？どんな苦労をしても、あの笑顔のために面白い漫画を世に送り出していきましょう。はい、立ち読みでなく、できれば買ってください。恥ずかしいから。気持ちはわかりますけど。創刊号の評判はどうかな。どうしたんですか。グラビア映ってるって。ああ、まさかの修正漏れ。まあ記念になるからいっか。何の記念よ。評判は概ね上々。来月号も頑張ろう。やめろ最高だ。日本の夜明けは控えてよ。いよいよ取材旅行だぜよ。京都に神戸に広島長崎、この塩浸し温泉っていうのは龍馬が新婚旅行に行ったところだよ。これ全部2泊3日で回れるんでしょうか。任せてください。計画は完璧です。本当に大丈夫。着いた。ここが有名な寺田屋ですね。早速スケッチを。ここで書くんですか。作家スイッチ入っちゃったみたい。おしまい。次は大宮です。次、神戸。新幹線の時間があるので取材は37分以内でお願いします。次、広島。次の移動は夜行バスです。温泉楽しみ。温泉まんじゅうも楽しみです。塩浸し温泉終わり。次は長崎だよ。おー、このお寺すごく雰囲気があっていいですね。若い娘さんに寺の良さを分かってもらえるなんて嬉しいもんじゃの。作品ではどうしましょうか。大炎上させて火の海に。ド派手な爆発が見たいです。一気に廃墟にしましょう。やっぱりものすごい強行軍だったね。昨日の朝東京にいたのが信じられないです。ここまではなんとか予定通りにこなせましたね。次はいよいよ最終目的地の高知です。また夜行バスですか。今度は飛行機だよ。飛行機に乗る予算なんてあった。大丈夫。優勝は3番の原木つぐみさんです。やった、取材費ゲット。ありがとう、つぐみちゃん。大食い大会に優勝するところまで予定に入れてたの。はぁ、疲れた。ここの旅館、温泉がついてるんだよ。今度こそは入りましょうね、先生。先生？武装警備ニューセレクトガーディアンズに対応。また作家スイッチが。ちょっと怖いです。ものすごく強行旅行でしたね。大変な取材旅行になっちゃってすいませんでした。そんな、いいんですよ。スリリングで楽しかったし、いい取材旅行に。あ、流れ星。願い事願い事。いいじゃん。みんなになら見られてもいいよ。はあ、何をお願いしたの。しのぶ先生が元気に活躍できますようにって。この人たちと一緒に私も頑張ろう。予算の都合で帰りはヒッチハイクです。コミックスーパーマーケット、それは出版社にとっても貴重な宣伝の場です。当たった。コミスケのブースが当たったよ。本当にコミスケに出展できるの。有望な漫画家さん見つかるといいですね。特典つけて創刊号の在庫売り切っちゃいましょう。いざコミスケに参戦よ。
が会場限定ポスターですね。うん、お風呂に貼れるポスターだよ。濡れると裸になるんですか？おお、そうすれば即完売だったかな。冗談です。会場はすごい熱気だから熱中症にならないようにね。水分補給に塩分補給の梅干し、冷却シートもあるわよ。それと同人誌買うなら今のうちお金を崩しておいて。お釣りがない場合もあるから。副編詳しいですね。秋は慣れてるから。なんたって小見助伝説の方なんだよ。とにかく3日間頑張りましょう。はい。コミックスーパーマーケット開催いたします。お買い上げありがとうございます。あ、もしかしてホワイトオータムの？違います。ホワイトオータム？そうだ、2人ともブースを出してる作家さんを回ってきたらね。リンゴちゃん行こう。はい。結構いい漫画家さん多かったね。はい、名刺もなくなったし戻りましょうか。ドラクリのイベントが始まるぞ。助けてリンゴちゃん、大丈夫？はい、ここどこでしょう。さあ、わからなければ聞けばいいんです。そうだね。水分と、どうしたの？リク、みんな狩人の目をしている。聞けない。もうダメ、お腹空いた。つぐみさん、気をしっかり。この匂い、狩人の目。覚えていかないで。二人ともどこ行ったのよ。あ、これ欲しかった新刊。このカップリングも最高。私は一体何を。この衣装は熱い。大丈夫？お水飲む？違うわ、魔法少女は人を助けるもの。あんな生温かいもんじゃないのよ。喉カラカラ。リンゴちゃん、水飲んで元気出して。魔法少女が応援してあげる。あ、すいません、一本分けてください。どうぞ。冷却シートも使う？あなたは。魔法少女ホワイトオータムだ。コミスケにホワイトオータムが帰ってきた。ホワイトオータムってかつて伝説となった同人誌で、作者は魔法少女になりきったかなり痛い女学生だったはず。それが副編って。全てを忘れる魔法をかけてあげる。まあお祭りは楽しいのが一番よね。やっと帰ってこれた。あんたらごめん。花、漫画家さんにはいろんな人がいます。はぁ、てっぺん超えた。エコダ先生のネームが上がってこない。今日中に上がるって言ってたのに。漫画家さんによって今日中の意味が違うからね。明け方になっても起きている間は今日中って人もいるし。私の今日はもう終わりだよ。打ち合わせ行ってきます。今から？清瀬先生は夜型だからこの時間じゃないとダメなんですよ。気をつけてね。いろんな漫画家さんがいる。あ、ん？犬？こら、パトリシア！どうしたの？大泉先生が旅行に行くので、その間ペットを預かってほしいって。かわいい！臭い。預かってくれって。ん？これ何ですか？清瀬先生のコスプレ衣装なんです。田舎からご両親がやってくるとかで、寝る場所を確保するためにコスプレコレクションを預かってほしいって。忘れてた、散歩の時間。水やりの途中だった。清瀬先生に電話しなきゃ。みんな大変ね。私の担当さんはそんな無理は言わない人でよかった。あ、はい、ひばり先生。どうしたんですか？ひばり先生が作画の資料でナースと女性自衛官と巫女さんとか他にもいっぱい、どうしても生で見てみたいって。それってどんな漫画なんですか？急に言われても、そんなたくさんの職業取材なんて。制服だけ見たいのならコスプレ衣装の中に全部揃ってましたよ。清瀬先生も
預かってもらってる間は自由に使っていいって言ってました。それだ、アキが着てみせてあげれば。なんで私が。いや、嫌ですか。ダメ、コスプレなんて。まあ仕事だし仕方ないわね。じゃあその衣装は必要ないと。それじゃあ私は会議室で先生と撮影してるから、何かあったら呼んでちょうだい。なんか生き生きしてる。私も準備しなきゃ。お茶をす、清瀬先生のご両親に会いに。え、うるさくお見合いしろって言われてるのから逃げるために彼女のふりをしてくれって。そんなことまで。じゃあ着替えてきます。ひばり先生、こっちで撮った方が雰囲気出るんじゃないですか。すごい完璧です。これぞ私の。漫画家さんってほんと個性的な人が多いけど、そういうのが作品を作る源になってるんだよね。とか言ってるうちの編集部の皆さんも負けず劣らず個性的ですけどね。それじゃあ行ってきます。その格好で。今日は秋葉原の書店さんに挨拶回りにやってきました。はあ、月刊コミックアーススターだ。これ面白いんだよね。ほら、ハキも。編集長自ら桜になってどうするの。アーススター編集部のものです。大々的に販売していただいてありがとうございます。書店さん周りですか、大変ですね。いえいえ、これからもよろしくお願いします。よかったら一冊買ってください。お客さんに直接営業してどうすんのよ。月刊コミックアーススター絶賛発売中。漫画お姉さん、挨拶も済んだし、さあ行くわ。やりすぎ。買ってくれるのかな。ダメだ。お買うの、買わないの、どっち。ありがとうございました。綺麗なのを選んでたのね。ほっとしたらお腹すいた。どこでもいいから休憩しよう。ちょ、待って。お帰りなさいませ。ご主人様にゃん。つぐみちゃん、りんごちゃん、何やってんのあんたたち。しのぶ先生、申し訳ありません。メイドさんに転職なんてやめて。悪いところ全部直すから。いや違います、ここの店長が知り合いで。メイドさんたちが全員急病になって。悪いとは思いつつ、お二人にも お手伝いにゃん。美味しいデザートも食べられるって言うんで。本当は編集さんにお願いすることじゃないんですけど。そんなことないです。漫画家さんを助けるのが編集です。また面倒なことになりそう。どう。お二人ともすっごい似合ってますにゃん。そんなことより仕事よ。アナはテーブル拭いて。はい。つぐみちゃん、お水のおかわりを。はい。リンゴちゃんは食器下げて。はい、にゃーん。お帰りなさいませ、ご主人様。メイド長、仕事完璧です。いつの間にメイド長？あ、夕方から漫画家さんと打ち合わせがあったんだ。私もです。あ、だったら。ご主人様、ここのクマはもっと見やすくしてくださいね。ご主人様、決め台詞が弱いと思いますにゃ。漫画家さんたち、ダメ出しされても楽しそうね。よし、今度から打ち合わせも書店周りもメイド服でやろう。やめてよ。ここか。よし、逃げ出せバイ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 、次その日
編集部には漫画家志望の人たちが持ち込みにやってきます。どうですか。うーん、女体モラーしげこ、女体盛りのプロが全国の温泉町を渡り歩く漫画です。いや、うちではそういうのはちょっと。これはいける。本当ですか。うん、お口の中でまったりとろけるチョコとサクサクの香ばしいバナナチップが激妙のコンビネーション。手作りなんです、それ。あの、それで漫画の方は。あ、漫画の方はもう少し頑張った方がいいかと。編集長。え、ちょっとこの原稿を読んでみてください。サボってないよ。すごい、これ本当に新人さん。それも持ち込み。見て見て、すごく絵が上手いんだよ。本当だ、ストーリーも面白いですよね。今度の新人賞に回せば入賞間違いなしですよね。本当ですか。ええ、ちょっと手直しすればそのまま掲載してもいいレベルかも。やった、これで漫画家になれる。次に辞表出してきます。ちょっと待って、謝らないで。はあ、結局あの後3時間たっぷり人生相談受けてしまった。持ち込みってまだ大丈夫でしょうか。また持ち込みって、あなた中学生。はい、中学1年生です。漫画家志望の阿部杏って言います。どれどれ。進撃のファイナルドラゴン疾風伝。タイトルいろんなところから影響されてる。シリアスなアクションバトル漫画です。勇者だ、魔王だ。これは可愛い絵ですね。褒められた。伝わってない。ちゃうの。僕、藤森忍先生に憧れて漫画家になろうと思ったんです。確かに絵柄は可愛いけど、シリアスなアクションバトル漫画としてはどうかしら。ギャグならいけるんじゃないかな。ギャグだけじゃなくてストーリーにも意外性があった方がいいかも。わかりました、ギャグと意外性ですね。できるだけインさんに残虐に人間をいじめちゃおう。怖い怖い、可愛い顔して言ってることが怖い。お前の悪事もそこまでだ。お前たちはマフィアと殺し屋。魔王に挑むのろくなメンツじゃないです。お前を倒して俺たちが人間を虐げる。世界救おうよ。利害関係が一致したのでみんなで仲良く人間を虐げることにしました。ひどい。でも確かに意外性があって面白いかも。きちんとギャグにもなってるし。本当ですか。僕頑張ります。もっといろいろ教えてください。師匠。師匠っていいな。よし、私も弟子を取る。弟子取ってどうするの。スターの単行本、藤森忍先生の人気連載、改造人間坂本龍馬の第一巻の発売が決定しました。これまでの連載原稿を一冊にまとめて構成します。なんだか懐かしいね。はい。あら、どうしたの。さっきのページで死んだはずの中岡慎太郎が普通に戦ってる。ページが入れ替わっちゃってます。この辺りずっとアクションシーンが続いてたから見落としていましたね。でもこの展開って意外とありかも。中岡慎太郎も実は改造人間として蘇っていたとか。このまま通しちゃおうか。ダメに決まってるでしょ。ページ順の間違いがないように掲載時からノンブルを振っておいた方がいいわね。つぐみちゃん、カバー表紙のカラー原稿は。それが今日上がってくる予定なんですけど、ここ数日ずっと音信不通で。まさかまた。大丈夫、同じ過ちは犯さない。すみません、またアシスタントさんが風邪でお休みで。でも表紙の原稿は無事上がりましたから。それじゃあおやすみ。ご飯ちゃんと食べたのかしら。もう食べられないです。とりあえず夢の中で食べてるみたいです。原稿の方は完璧ですね。ねえ、カバー裏の表紙はどうする。そうね、でも忍先生にはもう頼めそうもないし。にゃん、だからだったら私たちでなんか書くとか。
絵描けるんですか？ホワイトオータムは描かないわよ。絵じゃなくて文字で、例えばキャラソンの歌詞とか。キャラソンって坂本龍馬のですか？そう、恋の千秋八作とか、ときめき大政奉還とか。どんなキャラソン？恋の千秋八作、私の気持ちは大政奉還、もっとうまくリードして。意外といける。カモン、だってそれが二人の条約よ。うるさい。カバー帯の文章も考えなきゃね。やっぱり誰かに推薦文書いてもらうのがいいんじゃないでしょうか。誰かいい人いるかしら。いる、坂本龍馬。150年近く前に死んでます。三番にモレセルマンダーラセマランダー、よろしくお願いします。まさか本当にやるとは思わなかった。龍馬さんご本人からコメントをいただけるなんて感激です。二巻の帯は勝海舟でいきましょう。藤森先生、そろそろ時間です。はーい。サイン会も大盛況のようね。目指せ単行本100巻。でもその前に私も忍先生のサイン欲しかったんだ。あんたが並んでどうすんの。待ちましたよね。ほんと、なんかあっという間でした。1年分並ぶと爽快ね。あら、どうしたの？これ、あ、年号が間違ってます。まあ1年もやってればいろいろあるよ。悩みのない花が羨ましいわ。私なんか1周年記念企画で悩んでるのに。いいアイディアがあるよ。え、ちゃんと考えてくれてたんだ。で、何？打ち上げ行って考え。一瞬でも期待した私がバカだった。編集長、なんで隠れるのよ。なんか怒られるのかと思って。違うわよ、アニメ化のオファーが来てるの。アニメ化？そう、改造人間坂本龍馬をアニメ化したいそうだ。やったー、すごーい。忍先生の作品がアニメになるんですね。アニメ事業部の売り込みのおかげよ。誰かさんを喜ばせたかったんですよね。1周年企画として売り出そう。まずはコミックを大増刷ね。アニメ化進行中の帯つけないと。グッズもいっぱい作って。そう、それから CD 出してアイドルデビュー。そしてゆくゆくは坂本龍馬ランドを建設して全世界を龍馬で支配。もはや作品関係なくなってますけど。すごい悪人面。なんたってアニメ化だよ。アニメ化作品のある雑誌の編集長の野望は何でも叶うんだから。この部屋も超豪華にして。無理です。いくらコミックが売れてもそんな予算会社が出さないのでは。大丈夫。わかりやすく天狗になってますね。アニメ化見送りだって。原作がたまるまで待つそうよ。その代わりあなたたちがアニメ化されることになったわ。え、女の子だけの素人編集部、マンガールのアニメ化だ。はぁ、嘘、本当ですか？やめてほしい。え、つまり花が主人公ってことでしょ。こんなに頼りないヒロインで大丈夫なの？何言ってんの。アニメ化に一番必要なのは主人公の性格じゃないもん。じゃあ何？それはエンディングのダンスだよ。そうなんですの？信じないでください。アニメ化になるんだったら私踊ってもいいよ。どうせ大したことないでしょ。本当に大したことない。ダンスはともかく、アニメ化は本当。これが企画書だ。はい。本当に私たちが主役だ。あなたたち覚悟を決めなさい。わかった。創刊1周年にふさわしい企画だしね。これまでの失敗や苦労が全部ネタになるし。それに漫画を大好きで、この月刊コミックアススターを作っている私たちの気持ち、アニメを通して伝わるよね。そうね。はい。
まじまじ毎日ダジだらけ、雰囲気変換できません。閉じ閉じカッコつけちゃっていいよね。よしよいってマンガール。放送が無事終了した打ち上げも兼ねて、みんなで一泊二日の社員旅行にやってきました。はーい、わー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 、日差しが眩しすぎます。大丈夫ですか、しのぶ先生。旅行に参加するため原稿を仕上げるのに3日間徹夜して、で、花、先生を早く今夜の宿に。うん、わかった。ああ、できた。今夜の宿。テントじゃない。あまり予算がなくて。テントでキャンプも楽しいですよね。はあ、しのぶ先生がそう言ってくださるなら早速着替えて泳ごう。水着なんて久しぶりだわ。いいですね。秋の柔らかい。飲まないでよ、花。もう、アキ、何グズグズしてるの？遅いぞ。本当に、あんたが邪魔するから遅くなったんでしょうに。お二人ともスタイルいいですね。大丈夫、私たちはアーススターと同じだから。はい。これからどんどん成長するの、ボーンって。一緒にしないでください。え、しょぼーん。海水浴客が全然いなくていいところですね。去年の夏のグラビア、ここで撮ったんですよ。つぐみちゃんの知り合いのプライベートビーチとかで。へー。持ち主は教えてくれなかったんですけど、自由に使っていいって。それで今回も。そのつぐみさん、まだ来ませんね。現地集合するって言ってたけど。あら、しのぶ先生、すでに熟睡ですね。
ほんと。ここかな。あれ、つぐみちゃん、ちょっと見ないうちにずいぶん縮んだね。人間が縮むわけないでしょ。あなたは？私つぐみだよ。お腹が空きすぎてこうなったの。そんなこと。私もつぐみだよ。増殖した。私もちぐみ。さらに縮んじゃった。つぐみちゃんがいっぱい。どうしよう。お腹が空きすぎて3人に分かれて小さくなっちゃったの。なっちゃったの。お菓子を食べれば元に戻るよ。戻るよ。わかった。はい。はー、やったー。いただきまーす。すいません。ん、遅くなりました。おお、つぐみさん、やっと来たわね。じゃあこの子たちは？妹なんです。双子のツバメです。スズメだぜ。末っ子の花木ひよこと申します。よかった、つぐみちゃんが増えたり縮んだりしたんじゃなかったんだね。ああ、何いたずらしてたの？まさかこんな簡単な嘘に引っかかるとは思わなかったからさ。大人なのにね。楽しかったです。あー、騙された。騙されたのは花だけよ。ですよね。よくも引っ掛けてくれたわね。信じやすい大人もいるんですよ。嘘つく子は針千本飲ませなきゃね。お？まあ、子供のやったことですし。可愛いもんよね。すみません、夏休みなのに全然相手してやれなかったもので、妹たちも連れてきちゃいました。うん、賑やかで楽しいよ。やめなさい。こら、賑やかすぎね。お菓子食べたい。といえばバーベキューもいいけど、カレーもね。ガールスカウトのノリですか。しかもレトルト。明日の朝はラーメンだよ。そこまで予算がないの。何かいい匂いがする。ステーキ、お肉、おいしそう。あなたたちはアニメ事業部の。あら、偶然ね。本当ですね。偶然なわけないですよ。え？わざと同じとこに旅行に来たに決まってます。別にあなたたちを追いかけてきたわけじゃないだからね。この近くにお嬢様の別荘があるのです。あそこがそうだったんだ。すごーい。それじゃあここは？はい、みそのさん家のプライベートビーチです。編集長には絶対に教えるなって言われて。さっきみたいにびっくりさせたかったんでしょうね、きっと。そんな物欲しそうな目で見つめないでください。みんな、こっち来て美味しいカレー食べよう。予算がないって悲しいね。所詮世の中金さ。ステーキ。何黄昏れてんのよ。なんなら私の別荘に招待して夕食をご馳走してもよくってよ。本当？嬉しい。ただし条件があるわ。普通の女子高生、鳥居亜希。彼女にはある秘密があったのです。そう、彼女は光の戦士、ホワイトオータムだったのです。愛と勇気のラジカルキューティー、魔法少女ホワイトオータム、華麗に参上。来たな、ホワイトオータム。怪人つぐみ、やっておしまい。ダークアップル、今日こそ決着をつけてやる。ホワイトホース、やられた。実はさゆりお嬢様はホワイトオータムの大ファンでして。そうだったんだ。
なんで旅行に来てこんなことしなきゃいけないわけ？それはもちろんステーキのためだぜ。オータム頑張れ。愛と正義のために戦うわ。私も頑張るよ。え？うわあ！あんたが勝ってどうすんのよ。なんか忘れてるような。お嬢様、そろそろバーベキューセットを片付けないと潮が満ちてきますよ。そうね、あんたたちのテントも早くしまわないと波にさらわれるわよ。しのぶ先生、まだテントです。私泳げないんですけど、こうしてるだけで気持ちいいですね。海って最高。しのぶ先生、うるさい。